こんにちは、クルスリアル役の有沢翔太郎です。そうですね、まあ、台本読んだ時に親子の話ですごくハートフルな作品なんですけども、まあ、いい意味でひねくれた要素があるすごく面白い作品だなと思いました。繊細な男の子ですね。もうちまちましてるって言ったらあれなんですけど、細かい男でも自分を細かい男だとは言わないみたいな、認めないみたいな、ちょっとそういう面倒くささもある、ちょっとこう僕が普段相手にしてると苦手なタイプですかね。ちょっとこうマウント取っちゃうみたいなね、はい、いやものすごくやっぱり初めての二人芝居ということで、僕自身気合い入ってますし、多分これからすごいことになっていくんじゃないかなと思ってますし、自分のこう見たことのない新境地が見られるんじゃないかなと今からとてもワクワクしております。本当にこの息子の照明、ハートフルな作品であり、ちょっと演劇的な面白さもあり、たくさん楽しめる作品になっていると思います。ぜひ劇場でお会いしましょう。二人芝居息子の照明、8月29日千秋楽公演ライブ配信が決定。出演者2人による濃厚な会話劇、詳しくは公式ホームページまで。2021年8月新たな親子の物語が生まれます。ぜひお見逃しなく。